はい、中年オタッキーです。今日の動画は、予告通りですね、うんちくの動画ということで、タイトルはまあ釣りみたいな感じなんですけどね、日本のカメラ産業はもう10年以内に終わると、まあその可能性結構あると思ってます。で、こんなタイトル、まあ、釣りみたいなタイトルで勘違いする方がいると思うんですけど、あのカメラ産業10年で終わらず、へいざまみろっていうね動画ではありません。だって僕自身ね、あのカメラ写真のファンですから、できることなら続いてほしいんですね。ただこのままだと危ないよっていうか、結構やばいんじゃないかなって予想してます。まあどんな風にやばいのか、分かってる人 も多いと思うんですけども、今日の動画ではそういうことをお伝えしていこうと思います。あとあのいつものね、あの視聴者様の写真のコーナーはいつも通りございます。そんなわけでね、一番最後まで見ていただければと思います。それでは動画スタートしてまいります。デジタルカメラが発売されてからもうそうですね、20何年、普通にね普及型のデジカメが発売されて多分20数年、経ってくると思うんですけどね、その間ねカメラの売り上げっていうのはものすごい激増したんですね。僕が持ってるデータでは、そのデジタルカメラがね、その流行り出す直前ぐらいはね、フィルムカメラ、ほぼフィルムカメラ、カメラだけの時代、4000万台ぐらいね、カメラの出荷台数世界であったみたいなんですね。で、それがデジタルカメラが普及しだしてぐんぐん伸びまして、2012年ぐらいにね、1億台を軽く突破してるんです。1億何千万台、ちょっとはっきりした数字忘れちゃったけど、爆発的に売れまして、でその後ぐん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 売り上げを下げまして、とうとう2200万台ぐらいになっちゃったのかな、出荷台数が。で、まあ言うたらフィルムカメラだけの時代の半分近くになっちゃったという事態になってるんですけども、この間何が起こったかって言ったら、2012年ぐらいっていうのはね、もうデジタルカメラのね性能がね、あの十分な時代になった、時期ですよね。例えばその時期に出たカメラって言えば、僕の記憶に新しいのは、まあ、EOS 5D Mark III、今僕が持ってるカメラですけども、高感度でもね十分ね、あの耐える写真撮れますし、動画も撮れるようになってるんですね。で、まあ、そのぐらいの時代なんですけども、それと同時にね、あのそのぐらいの時期から急激に性能を向上してきたものがスマートフォンになるんですね。で、あの今回の動画を作るにあたって、そのスマートフォンの普及がそのカメラの何て言うんですか、あの衰退に必ずしもつながってるわけではないという、方もいらっしゃいますけども、まあ、少なからずというか、かなり大きい影響があると僕は見ています。少なくともフィルムカメラオンリーの時代にはね、4000万台ぐらい売れてたわけなんですよね。それがね、半分近くに減ってしまってるっていう。それもね、その、新興国、特に中国とかインド、この辺のね、その、先進国化が進んできてる現状ではね、カメラの売り上げはもっともっと伸びてていいはずなんですよ。まあスマートフォンがないと仮定すると、多分、そうですね、フィルムカメラだけだったとしたらね、ずっとフィルムカメラの時代が続いているとしたら8000万台ぐらい売れてるんじゃないですか。で、そのなんでここまで売れなくなったのかっていうのは、やっぱりスマートフォンの影響は大きいと思うんですね。で、今後ね、そのもっともっと影響は大きくなってくると思うんですよ。あの以前からね、そのライブの動画とかでは結構喋らせてもらってるんですけども、まずそのデジタルカメラ、デジタルスチールカメラね、日本が主に得意として売ってるデジタルスチールカメラの、性能が上げる、性能が向上する速度がかなり遅くなってきてると。で、
極端な話言うと、もう性能の向上が必要ないんですね。先日ね、ソニーが、α7R4 っていうのを出しました。で、62MP ですか ?6200万画素だかな。なんかその高画素機を出してきましたけど、あんなの全然意味がないし、これ、他の方の YouTuber の他の方ですけど、結局 α7R4 よりもね、EOS-R の方が画質が良かったって。なんか、ソニーのうんぬんっていう動画で僕も言いましたけど、結局光学性能がマウント系がちっちゃいんでその影響じゃないかっていう話をされてる方もいましたけど、僕はね直接その写真をね EOS R と α7R4 で見比べたわけじゃないんで、そのはっきりとは言えないですけど、そういうことを言っておられる方もいます。でそのデジタルカメラの性能っていうのはやっぱりそのセンサーとか処理エンジン、この辺がメインになってくるわけなんですけどもね、この技術の進化っていうのは半導体の進化の速度はすごく速いんで、どんどん進化してきたわけなんですけども、もうこれ以上進化させてもしょうがないんですね。だってこれ以上高画素になっても意味がないんですよ。肉眼で分かんないですから、これ以上高画素になってもね、でこういう状態になった時っていうのは通常普通のね家電とか、車とか、そういうものはね価格が下がっていくんですよね。安いものが出ていく。でもねカメラは逆に上がっていってるんですよね。キャノン、ニコンから、ミラーレス一眼フルサイズが出ましたし、ソニーさんもね出しましたけど、新型を出しましたけど、ソニーさんなんか特に α7R3 からね2年も経たないうちにねモデルチェンジしちゃって、その前のモデルの人はね立場はみたいな感じのあれもあるんですけどね。で全メーカーに言いたいのが、その利益を得るために新型を出してるのかっていうところですね。でやっぱねユーザーをないがしろにしていてはね、なんていうんですか、物は売れなくなっていきます。やっぱユーザー視点で見なければいけないんで、キャノンとかニコンにしてもそのフルサイズの、ミラーレス一眼を出しましたけど、アホみたいな高いレンズしかないし、安いレンズなんかほとんどないじゃないですか。でこんなの一般市民が買えるかみたいな値段なんですよね。でその時代背景の中、スマートフォンのカメラが爆発的に性能向上してきてるわけです。でぶっちゃけた話、そのミラーレス一眼で撮ってもスマホで撮っても写真の質があんま変わんないんですね。でギャラクシーなんかはねもうレンズをいっぱい増やしてその背景ボケを作ったりとか、そんなのできるようになってきて、これどんどんね進化していくと思います。iPhone とかもね、その新しい iPhone11 ですか、ポートレートモードとか、あれはちょっといまいちですけど、そういうのも出てきてて、その一眼のねミラーレスないし一眼レフカメラ、とのね性能差をね埋めようと躍起です。でここでね苦しくなってくるのはカメラの販売台数です。カメラの販売台数っていうのはコンパクトデジカメを含めて2200万台ぐらいしか売れてないんですね。日本製がね日本製もしくは日本メーカーが 99% ぐらいを占めてるらしいんですけど、で片やスマートフォンはっていったらどのぐらい売れてるかって言ったら、これ3ヶ月ぐらいの統計、3ヶ月おきの統計しかないんではっきり分かんないんですけど、13億台とか14億台スマートフォンは売れてるんですね。でもうこんだけ爆発的に売れてたら、ね、もう資金が潤沢で開発費がもう豊富にあるわけなんです。で言うたら、その販売台数に比べたらカメラはもう鼻くそほどしか売れてないんですよね。もう鼻くその中の鼻毛って感じですねで、これ何が言いたいかっていうと、売れてないからお金がない、お金がないから開発ができない、で開発の速度が遅くなる、で最終的には僕スマートフォンに完全に駆逐されると思ってます。で何をすればこの状況を打開できるのか、何をすればいいでしょうね。いろいろ考えました。以前のねその動画では専用のタブレットかもしくは専用のアプリを開発して、その AI 化を進めて撮った写真を Bluetooth で同時にタブレットとかに取り込んで、それをねその AI の、その審査員が審査してフォトコン出そうぜみたいな、
ものを作るとか。でもね、これいずれにしてもね、全部ね、普通のスマートフォンでもできるんですね。差別化ができない、というのは非常に苦しいです。で、スマートフォンっていうのはいつでも誰でもみんな持ってますからね、ね、そのいちいちカメラを持ち歩くのが不便っていう人にはやっぱカメラは売れないんですね。で、最終的にどうなるかっていうと、もうカメラ好きな人だけが買う、いわゆるニッチってやつのニッチなものになっていくわけなんですね。もう現状そうなってるような気がしますけど、で、先日ね、そのカシオ計算機が、コンパクトデジカメ部門から撤退すると、不採算部門ということで、これカシオ計算機って不採算部門って言うけどね、あのシェアデジ、コンパクトデジカメのシェア3位なんですよね。3位のメーカーが、世界3位のメーカーがもう不採算だからやめるって言って。で、最悪なのがオリンパスですね。オリンパスはね、もう戦前ぐらいからね、カメラを作ってるメーカーなのに、もうカメラから撤退するっていう話が出ました。で、オリンパスは確かミラーレス一眼のシェア3位か2位かだったんじゃないかな。まあ、というわけでね、こう危機的な状況なんですよね。で、僕の予想なんですけど、最終的にね、デジタルスチルカメラは全部なくなります。ひょっとしたら10年以内なくなるかもしれません。で、デジタルカメラっていうのは故障のスピードが速いんで、最終的に生き残るのはフィルムカメラだと思ってます。フィルムカメラはね、まあ、フルメカ機は故障しても修理できるんで、で、フィルムのメーカーがなくなっていくじゃんっていう人たくさんいると思いますけど、フォーマーぐらいは残ると思うんですよ。チェコスロバキアのね。で、最終的にね、カメラで写真撮りたい人はフィルムで撮るしかない。というような状況に陥るんじゃないかなとぼやーっとね予想してますけど、皆さんはどう思いますかね。で、この状況を打開するためにカメラメーカーは一体何をしたらいいでしょうか。難しいですよね。そのレンズの性能はね、それは一眼ねのカメラが抜群に上なんですけど、今ねそのレンズの性能ってあんまり必要なくなってきてるんですよ。だって解像度が低い映像を撮ってもシャープネスで加工してね、解像度上げれちゃうんですよね。んで、ピンボケの写真のね、そのピントがあった写真にね、その変更したり、もう随分前からできるようになったじゃないですか、フォトショップとかね。それをね、自動でやっちゃうとかね、逆にそのピントが合ってるところピントをきれいにぼやかしたりとか、その背景ボケをそのデジタル的に作っちゃう。まあ、こういうのでね、レンズ性能が必要なくなってきてる。で、明るいレンズじゃないと、その暗いところで写真撮れないっていうのもセンサーの性能向上で暗いところでもバンバン写真撮っちゃう。真っ暗でも撮れるようになってきた。これでね、その、カメラの、スチルカメラの優位性っていうのはもう完全に崩れている状況になってるんですね。で、スマートフォンはその SNS のシェアしやすさとか、もう抜群にいいですし、ただ、その、スマートフォンの販売台数、世界シェアの現状を見て、日本は 10% 以下なんですね。で、1位が韓国、2位が中国ですか。つまり、このカメラ産業がスマートフォンに駆逐されているっていうのは、韓国、中国の企業に日本がコテンパンにやられてるっていう状況なんですね。このキーワードを聞いてビクンってくる日本人は結構多いんじゃない。僕もビクンときます。それは悔しいですね。韓国とか中国の企業にコテンパンに日本語や、まあ、ここのとこねやられっぱなしなんですけど、これ日本ね、すべての業種で本腰入れないと本当に国が潰れるぞっていうような状況になりつつあると思うんですけどね。政治家の方たちはどう考えてるんですかね。まあこんなわけでちょっと今日のね動画答えが出ませんが、まあ、こういう状況だよという報告になっちゃうんですかね。どうしたらいいでしょう。はい、今日の動画はね、こんな歯切れの悪い動画に、なってしまいました。で、もう気を取り直してね、視聴者様のね、写真に行くしかないんですね。なんかね、打開策があるっていう方、いますかね。特にね、もしカメラメーカーの方が見ておられたら、その危機感を感じてるか、そのメーカーが危機感があるかっていうのね、以前はね、そのニコンのカメラがニコンがやばいっていうね、
僕が作りましたけど、もうニコンがやばいところ、オリンパス終わったと、カシオ終わったとか、そういう時代になってしまってます。はい、じゃあね、視聴者様の、写真の紹介に、行ってまいります。はい、まずはね、アルファ K さんの写真から、紹介してまいります。はい、それでは写真いきます。はい、暗い話が終わったんで、ちょっと明るくしました。アルファ K さんの写真。これ、紅葉、今年の紅葉ですね。ヤシカエレクトル3号 MC。ヤシカエレクトル3号 MC ってこれかな？これかな？あ、これ CC だ。MC はどっちだ？あ、これだ。この可愛らしいね、カメラですね。で、撮られてます。で、フィルムがね、富士のスペリアヴィーナス800で撮れるんだな、これ。結構ね、絞り込まれてるんじゃないかな。で、色はね、いい感じで出ています。800にしては解像度もなかなかと思いますね。まあ、ヤシカのこの時代のレンズはね、富岡光学が作ってるということで、もうね、お墨付き、のレンズにはなりますね。いい写真になってます。はい。アルファ K さん、ありがとうございます。次はね、ミッシェルさんの写真を紹介してまいります。はい、ミッシェルさんの写真ね、1枚目がね、ペン EE2、オリンパスペン EE2、2枚目がね、オリンパスペン EE3 で撮られてます。ちょっと2枚目の写真の方ね、出しながら紹介しますけど、これね、結構強い光の下で撮影しておられまして、多分これ、レンズに光が入るような状況を日陰でなんとかしてるんじゃないかなって、影を見る限りは思いますけど、僕も実はこの撮り方結構するんですね。印象的な写真が撮りやすくなるんで。で、まあ、ペンらしくね、そのシャープな写真になってます。2枚ともね、シャープな写真になってます。で、このね、光が強い状況でね、やや逆光気味で撮るっていうのはね、結構使える、やり方になりますね。結構印象的な写真になったと思います。はい、ミッシェルさん、ありがとうございました。次は井上ひじりさんの、写真紹介します。井上ひじりさんってこれフルネームですけど、本名じゃないらしいです。ペンネームらしいです。はい、それでは井上ひじりさんの写真いきます。はい、井上ひじりさんの写真なんですけど、これ見た人、ん？って、この写真見た人、ん？って思った人、これね、レンズ、ジズモン、映るレンズ、17mm、F16。こう、映るレンズっていうところで、ピンと来られた方、すごいっす。これ、映るんですのレンズらしいです。使用済みの映るんですから、レンズを取り出して、これキットで売ってるのかな？その取り付けるやつが。で、注目すべきなのが映りですね。すごくフィルムっぽく映ってますよね、これ。デジタルカメラでね、フィルムを再現するっていうね、なんかハッシュタグが。ありますけど、これ抜群じゃんじゃないですか。これもフィルムで撮ったよって言っても、これバレないかもしれないですね。これ素晴らしいと思います。井上ひじりさんね、よくこんなのご存知でしたね。いくらで売ってるんだろう、今度探してみようかな。いろんなカメラ、ソニーマウントある、Eマウントあるかな。まあ、ちょっとあったら使ってみたいなと、思いました。はい、次がね、りょうさんの写真ね、りょうさんの写真を紹介してまいります。
りょうさんの写真2枚、1枚目がね、ペンタックスの MX で 28mm の単焦点で撮られたということで、フィルムでね、2枚目がデジタル、ペンタックスの K1 Mark II、35mm の単焦点、ということで、同じ場所でちょっと時間を変えて撮られたということですけど、デジタルの方が圧倒的に発色してまして、まあ、失礼ながらこれ加工写真じゃないかっていうね、問い合わせをしたぐらいです。加工写真は、加工は特にしなくて、露出アンダーで撮ったのとちょっと時間が違うというので、最近の、まあ、ペンタックスのデジタルはその、サイドが高いのかな、で、色がよく出ているっていうことですけど、まあ、レンズの、関係もあるかもしれないですけど、これものすごい色が出てますね。今表示してますけど、まあ、ソニーのデジタルカメラもそうですし、富士はどうなんだろうな、使ってこないから分かんないですけど、標準でもね、結構ね、サイドが、高い、色がよく出る、カメラ、デジタルカメラが多いような気がします。で、加工写真の話が出たんで、加工写真の話もちょっと今やっときますけども、加工写真はね、あんまり僕自身はあんまり好きじゃないです。その理由っていうのがね、加工してるって言わないんですよね。インスタグラムですか？インスタグラムとかでね、よくね、もう明らかにね、バリバリ加工してるのに何にも書かなくて、何々県何々市の夕暮れですとかね、書いてるんですよ。でもこんな色はありえないし、たまたま映り込んでる人のね、顔とかがね、もう、その夕日、例えば夕日を強調したかったら、もう赤を強調したかったら、もうその人たちの顔も真っ赤っかになってたりするんですよね。青空を強調したかったらね、その、たまたま映り込んでる人の顔が真っ青になってたりとか、もう太陽まで青くなってるとかね、そういう気持ち悪い汚い写真もね、よく見かけるんですよ。で、その、加工写真の何がいけないか、加工してるって歌ってれば、ああ、加工してるのか、それはね、それでアートになります。でもね、加工してないのにね、例えば真っ赤な夕日ばっかりとか、真っ青な空ばっかり出してると、その普通の夕日の写真とか普通の夕日の生で見たりとかでも感動しなくなると思うんですね。あ、大して赤くねえやとか言って、それはちょっと僕は問題だと思います。で、写真はね、基本は加工しない。それはね、昔もね、レッドエンハンサーとか、例えばベルビアで撮ったりとか、そういうのもありますけども、写真の世界では基本的に使用してる機材、フィルター、フィルム、そういうのをね、その書くのがね、その撮影データを書くのが普通ですから、何も書かずにね、加工写真を出して、それはね、その派手な方がね、人は引きつけられますから、でもそれに麻痺したらどうかなって思うんですね。で、あんまり派手な加工写真はね、反対です。ただ、世間はね、加工写真をね、その容認する方向にどんどん動いておりまして、15年ぐらい前のね、そのフォトコン雑誌見るとね、大半がね、加工写真は禁止だったんですね。で、それが今ではもう読売の大賞でもね、軽度のものなら OK になってきてる。まあ、加工写真を容認せざるを得ないっていう部分実はありまして、例えばデジタルカメラなんですけども、それはピクチャースタイルは加工じゃないのかとか、そのね、クリエイティブスタイル、まあ、いろいろ名前ありますけど、という話もありますし、で、加工してるかどうかね、その見分けがつく、そのレベルじゃなかったらもうわかんないんで、その加工写真はもう容認していくしかない方向になるんですけども、これデジタル時代ならではのね、問題点ですけども、昔はね、その、例えばベルビアで撮ったって出したら、ああ、やっぱりベルビアだな。もう言われなくてもベルビアで撮ったってわかるみたいな、写真もあったりしますしね、コダックのエクタで撮った、ああ、これエクタの色だなとか、エクタブルーだなとかいう言葉もありますけど、それが今はね、その、加工写真、パソコンとかでね、加工してね、一番の問題はそのブレーキがないっていうことですね。どこまでもね、やっちゃうっていうんで、むちゃくちゃ派手にする。昔はね、ブレーキがあったわけです。例えば、ベルビアならベルビアの発色が限界ですしね。で、まあ、フィルターのけるにしても、あんまり分厚いフィルターをかけると、まあ、暗くなって映んなくなったりとか、だし、まあ、どう表現していいかわからんすけども、めちゃくちゃな加工写真は僕はどうかと思います。が、皆さんはどうでしょうか。
はい、今日はね、いろいろ問題提起をね、する動画に、なりましたけど、どうですかね、もう、日本のね、その、カメラはね、その、以前から言ってますけど、日本の、その、産業の牙城の一つです。金額はちっちゃいですけどね。で、それがね、今、ガラガラと崩れ落ちつつあります。これ時代の流れって言ったら仕方ないんですけどもね、昔はね、そのアメリカとかヨーロッパの風刺画にね、日本人がカメラを持ってね、あの走り回ってるね、あの風刺画がありました。日本人はカメラ好きです。だからこそカメラのシェアは世界でトップになれたわけです。で、そのカメラのメーカーがどんどん苦しい状況に陥ってるというのを、この放置するのはちょっと忍びないんで、なんかいい方法がないかなと思った次第でありました。はい、今日の動画はここまで。次の動画はね、今週時間があれば、なんだっけ、ピッカリコニカ、コニカ C35 の、紹介をしてまいります。大していい写真残ってないんですけどね、半分ぐらいね、あの先日も言いましたけど、半分ぐらい、フィルム潰してしまったんで、あんまりいい写真残ってないですけど、まあ、あのピッカリコニカのそのレンズの性能を表現するぐらいの写真は残ってるんで、ピッカリコニカの動画は次行こうと思います。ちょっとそのリリースする時期は、未定です。で、カメラプレゼントの話なんですけど、カメラプレゼントは来週から募集します。でね、1500人記念と、100回記念一気に行きます。つまり、2台一遍に、プレゼントいたしますね。1台目がキャノンの、初代キャノネット。2台目はね、ミノルタのね、AL-1 っていうね、あのレンジファインター機、を予定しております。はい、で、新しいアカウントを作ってって話はちょっとやめときます。フォローし直すのもめんどくさいでしょ。だから、写真を投稿される方はね、今のうちにね、どんどん投稿してください。で、2週間に分けてぐらいね、公開いたしますので、たくさん投稿したいっていう人は4枚まで、投稿してもいいです。そんな感じで今日は、ここまで。また次の動画をお待ちください。はい。で、チャンネルね、登録、この辺にチャンネル登録ボタン出てきます。まだチャンネル登録の方、なされてない方はね、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。はい、それでは次の動画までお待ちください。さよなら。最後まで見ていただきありがとうございました。